いた感じ。おお、全部のやつはできてないと思うけど、とりあえずこっちのこれやっていこう。クエストやっといて。なんか変だな。こっちやね。だろうな。メックトンに乗っていこう。おーい、びっくりした。おい、どうした？メックトンをカスタマイズするには飛び乗って乗り物を呼ぶボタンを押す。これやな。これで行こう。ドラゴンスカルじゃ。我がドラゴンの前にひるむぜ、ジャンボバフめ。ん？うわ、見えない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 。おお、危ねえ。これやりやすい。おーおーおー、危ねえ。怖いな。あるな、弱っ。え、何、どうしたん？おーい。どうすんの？やめて。どうすんの？これ。あ、なんや。ん？ナイス。おっと、危ない。セーフ。おっと、ジャンボパフがパワーアップしている。今こそパフォーマンスの時間だ。パフォーマンスの時間。おー、ちょっと待って、でかい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 。おわ、なんだ、なんか持ってん、なんか持ってんねんけど。おわ、あっ、怖いな。おい、シェフ。おい、あっぶねえ。うお、わかった、当たった。あっぷな。当たる思ったで。どうした？ん？どったの？ん？また？うん。当たりにいっているよね。うん。当たるねえよ。当たるって。当たってもうたよ。よし。おやつの時間。おやつの時間のトロフィー。悪いよ。しちゃいましたね。胃の奥底から感じる。うわー、食われたー。どうすんのこれ。城の中を下る旅をする羽目になる。最終ステーションに近すぎる。もっと上に上がって離れるべきだ。でないと蝶から吐き出されてしまう。なんだここ。いや、わからんわからんわからん。ラムウィンプだ。存在する最大級の手傘に違いない。大事なのは内側に何がある。あっつ。あの、なんだこれ。コーラスはもうビートが弱い。怖い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 。とどめを刺せ。あ、これか。コーラスはもう潮時だ。ほら、何をすべきかわかるな。なるほど、そういうことね。よいしょ。これももうまっすぐ行って。吐き出して終わるなんて誰が思ったんだろう。
こんなに素晴らしい展開があるなんてな。ワールドイーターゲゲハー、アームリープン、俺の勝利。危なかった、ほんと危なかった。よかった、うまくいって。めっちゃ怖かった。何か使用されてることあったら嫌なんでね。今のが最後のワールドイーター。ハラゴン。これでトライブも生命の木も救われた。いよいよ最終段階だな。誰しも運命を背負って生きている。アウトオブデイトは、この先に何が待ち受けているのか誰にも話さないが、お前が大いに関係していることは確かだろう。そのまま自分に正直に、何があっても他者を尊重する気持ちを忘れるな。お前は我々の誇りだ。我がトライブを導く光だ。最後にもう一度、生命の木の元に戻ろう。お前のためならギズモはいつでも時間を作るだろう。うん、また後で。また出会っても驚きはしない。ギズモ、オッケー、終わり。お前のためならギズモはいつでも時間を作るだろう。さらば。気をつけるように言っているか。そうか、ま、終わらすかも。切りないしな。やりだしたらな、2週目というか、またね、自ら楽しむ分にとっておこう。わかる。トロフィーの要素は。そうしよう。そう感じた。うん。もう終わらせて行ってやろう。アウトオブデイトのところへ戻る。戻ってきたぞ。どっからエレンにこれ。お前の過去と向き合う時が来た。と、アウトオブデイトは言っている。あと、ワマは。ルパルパンは、今も奴が育った基地にいるらしい。見たことがあるはずだ。そこにお前が求める答えがあることを、彼は祈っている。あと、ワマは。お前は、心に一筋の闇を備え持っているが、強者は怒りをあらわにしないものだ。冷静さを保つようにと言っている。あと、ワマは。彼が、おおよその正しい方面を示してくれるが、あとは自分次第だ。ここから先は、自分の力で切り開いていかなくてはならない。ルパルパンの基地はずっとそこにあったが、木の下に隠れて見えなかった。エリア、アントフ。アウトオブデイトは、お前が道を探し出し、そこにたどり着くまでには、求めている答えを導き出せることを祈っているそうだ。何度も言ってきたことだが、ルパンという脅威に立ち向かう時が来たのだ。お前はそこに出向いていき、自らの運命に立ち向かうのだ。お前とルパンとの戦いになるだろう。喜んで手伝おう。少しゆっくりしたらいいだそうだ。よし、先行こうか。ならばここからはファストトラベルできない。じゃあここはできない。なら戻るしかないというのか。まあ行こう。おっと、危ない。押しかけたぞ今。危ない危ない。入っていこうか。ルパルパンのキャンプ。どうしたー。どうした。よっしゃ、行くぞー。誰で。うわー、勝利してらっしゃる。頼もう。ルパン頼もう。お前
ルパルパンはこの時を待っていた。全てが始まったこの場所をもう一度お前自身の目で確かめてほしかったのだ。どういうこと？彼がほんの幼い子供だった頃、彼の母親を討伐しようと、お前の母親と親族がこの地に足を踏み入れた。彼の母親が狩人だったというだけの理由で、ルパルパンによると、その夜彼らは逃げ場をなくし、狩られる側となった。お前の母親は情け容赦がなかった。復讐心だけがむき出しだったらしい。お前がお前の母親と違うことは見て取れるそうだ。お前には何か異質なものが感じられる。お前なら正しい決断をして彼らをそっとしておこうとしたかもしれない。彼はお前の母たちのせいで孤児となって取り残され、忌避されるつまはじき者となった。そしてそれ以来、彼は繰り返しあの夜の出来事を夢で見た。彼は言う。お前の母親とその門弟たちは、もはや取り返しのつかないことをしたのだと。彼という怪物を作り上げたのは、彼女たちなのだ。ルパルパンは、ひたすら時が来るのを待った。そして、お前の誕生を聞いたとき、彼は復讐の計画を立てたのだ。お前の村を滅ぼしたあの夜、彼がお前を生かしておいたのはそのためだ。お前には、自分と同じように、苦しみに満ちた生涯を歩ませようとしたのだ。そうか。彼はお前に、生涯の間決して消えない傷跡をつけた。いつか再び出会ったときに、お前だとわかるように。そして、お前がその傷を見るたびに、あの過去を思い出すように。空腹が彼を長い間苦しめ続けた。菜食主義にはなれなかったらしい。だからといって何も食べないわけにもいかない。だが彼は、食欲を満たすためだけに生命を奪ったことはない。ただ生き残るためにだ。彼らが生命を食らうことは、生まれ持ったあるべき姿なのだ。視線を深く見つめれば、すべてをより深く理解できる。弱者は淘汰され、強者のみが生き残るのだ。運命などというものは、自分の道すら決められない弱者のためにあるのだと彼は言う。そしてお前は今、自分自身を受け入れる時が来たのだ。強き者のみが生き延びる。おお、ちょ、待って、いきなりやめろ、ほら。おお、早い。めっちゃ早いんやけど、攻撃。おお、ちょっと待って。あっぶねえ、ちょっと待って。ならば。どうした？なんだ今のは。おわって、早いんだよな、攻撃。こいつの。あかん！あっぶな！よいしょ。おっ、あった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 。ルパンめ。太陽だ。いい太陽、いい太陽だわ、この名前からさ。おお、どうした？ん？今度はなんか変なもん持ち出したぞ。どこ行った？おお、どこ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 。びっくりした。いた。あ。大丈夫でーす。オッケー、ナイス。なんだ、立ってまんまいで。おー、行ってー。ほらー、おーいー、やめろ。なんか、お、どうした？やばい！やられる！うわ、痛い！うわ！ああ！なんだ今度は！おお！くしゃー、もう。おっ、危ねえ。
よいしょ。ナイス。おっと、痛い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 。おいや、もう怖いな、君。危ない。あった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 あボールみたいな扱いやめて。なっちゃうよな。いた当たりに行けだけ。よいしょ。痛いよ。おーい。当たってたんかい。なんだ？なんだこれ？これ？何これ、どうなってん、わからん。え、何、どういうこと。古びたバーコード向き。太陽が出ているのはありがたい。なんだ。ああ、昔に作ったやつか。思い出した。日本と、ほら。で、戻んのか。アウトオブデートのところへ戻んのね。ああ、やっぱそうだ。うん。思い出した。最初にね、チュートリアルの時かな？この下で、いろいろと思い出してた頃に作ってたやつやね。思い出した。完全に、それは。よし、戻ろか。アウトオブデートのところへ戻る。よーし。これでおそらく、進むやろ、ストーリーも。ルパルパン撃破じゃー。10連打やったけどな。いや、ほんと10連打やったけどな。戦争は深刻な事態を招くだろうと、アウトオブデートは言う。だが、目の前にはさらに逼迫した問題があるのだ。お前が戦争に集中している間も、最後のワールドイーターは誰にも邪魔されることなく生命の木に近寄ることができた。お前のような光の価値観と気を持つ者はトライブ戦争の解決よりもワールドイーターとの対決を優先すると予想していた。いずれにせよ、アウトオブデートはトライブ戦争が終わったことに感謝している。アウトオブデートは世界が終わる兆候がそこら中にあるという。どうやら自然が復讐の準備をしているようだ。審判の日が迫っている。お前は招待された。お前に最後の日が近づいていると彼には感じられる。これまで出会ったお前と同じく光の心を持つ者たちのうち誰をアークに乗せるかは決めたか。まだなら今こそ決断の時だ。いや、もう決まってますね。そして最後のチャンスをつかんで、ルパルパンを永久に止めるんだ。生命の木は因縁に決着がついたが、お前の使命はまだ終わっていない。最後にもう一度、ルパルパンと対峙するべきだ。え？来てんのあれ？喜んで手伝おう。これで以上だ。また会おうと言っている。アウトオブデート、終わる。で、世界の終焉。なんだって？運命を受け入れる。危ない危ない危ない。